皆様、はじめまして。ライブ 2D モデラーのテトアイルと申します。本動画ではライブ 2D を制作するにあたって、知っておきたい知識、ワープデフォーマについてご紹介します。デフォーマはパーツを動かすための骨子であり、可動域を広げたり、様々な動きを組み合わせるのに不可欠な要素です。ぜひご参考になれば幸いです。まずはメニューのモデリング内にあるデフォーマを選択。デフォーマの検証を開きましょう。ステータスが正常でないものだけ表示、にチェックを入れます。このようにデフォーマのはみ出しがないかを確認できます。またメニューの表示内にある親デフォーマをはみ出した頂点をハイライト、にチェックを入れるとパレット上ではみ出した部分を可視化させることも可能です。ワープデフォーマは親と子の複数階層で構成されている場合に、親から子がはみ出してしまうと処理に余計な負荷がかかったり、想定とは異なる動きになってしまいます。負荷に関してもご説明いたします。画面右下に目盛りの使用量が数値として表示されています。PC スペックが高ければ急にソフトが落ちるようなことはありませんが、作業を続けていくうちにメモリ使用率がどんどん増えていくので、動作が重く感じたらこまめにファイルを保存し、一度ソフトを落とすなどの対策をしておきましょう。少し基礎から外れてしまいますが、デフォーマの親子関係についても解説いたします。ワープデフォーマの動きは親から子へ不可逆的に影響を与える階層構造をとっています。目を例に挙げると、顔の上下左右に合わせた変形、まばたきに合わせた変形、目線に合わせた変形といったようにデフォーマを多く使用しています。子が親の枠からはみ出さないようにするには親子の順番が大切です。クリエイターごとにやり方が異なる部分ですが、私は最も大きく変形する部分が親になるようにしています。特に頭部のパーツは球状に動くので、可動域を広げたい場合はこれを意識するとはみ出すことが少なくなるでしょう。しかし親の複雑なデフォーマの中を子が移動する場合、パーツが歪んだりパーツ同士のズレなど予期せぬ不具合が発生しやすくなります。表現したい形状に合わせて親子の順番は柔軟に設定しましょう。パーツがはみ出さないようにデフォーマのサイズを変更したい場合、シフトを押した状態で赤枠を動かすと中央比率を変えずにリサイズすることができます。オルトを押しながらだと中心を軸に、コントロールを押しながらだと子に影響を与えずにリサイズすることができます。これらは同時押しで組み合わせて適用することが可能なので、状況に応じて使い分けましょう。またリサイズする際はパラメータを設定する前に行うようにしましょう。このようにパラメータごとに大きさが保存されているので、このパーツごと影響を受けてしまいます。デフォーマ上に表示されている緑の制御点をベジェハンドルと呼びます。複数のコントロールポイントをまとめて動かせる機能であり、インスペクタ内のベジェ分割数で数を変えることができます。ベジェはシフトを押しながら左クリックで直線に動かせます。またベジェを動かした時の挙動はベジェ編集のタイプで変更できます。コントロールの関係を維持をデフォルトとして、スムーズ1から3、スムーズ全体の順に変形が滑らかになります。3以上では影響範囲が広くなってしまうので、隣接するベジェ内に収まるスムーズ2を使うことが多いです。変形していく過程でコントロールポイントが乱れることがあります。そういった場合は
頂点を自動成形にチェックしてベジェを操作すると自動で形が整うようになります。似た機能としてモデリングのフォームの編集内にあるワープデフォーマをベジハンドルに沿って成形というものもあります。ベジハンドルは編集レベル1を選択すると消すことができます。四隅など一点ごとに細かく編集したい場合に活用しましょう。赤いバウンディングボックスがある状態ではベジェの中心だけを動かすことができないので圧をクリックして消すことで対処しましょう。デフォーマを選択し直すと復活します。また圧の下にあるアイコンをクリックすると一時変形ツールに移行します。これは使い捨ての変形パスでありチェックを押して閉じてしまうと消えてしまうので注意しましょう。使い回すことができないので不便に思えるかもしれませんが揺れる動きをデフォーマで作りたいときには効果的です。揺れ用のデフォーマを作成し揺れパラメータのキーを追加します。動きをつけたいパラメータを右クリックで選択してから一時変形ツールを開きましょう。ツール詳細の変形方法で一時パスを選択、パレット上に左クリックでコントロールポイントを追加して片側の揺れの動きを作ります。反対側も同じように作るか、もしくは左右反転編で解説した動きの反転を活用して作りましょう。デフォーマに関する機能はまだまだありますが、今回の動画は一旦ここまでとなります。この動画がいいと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。それではさようなら。